はい。
小島選手、
になってしまうのか。選手が前にいます。で、小島高澤の、2番手争いが起こると、この2台はどうしても自分たちの戦いになっちゃうんですね。で、若干タイムも全部松原選手はどんどん前に出てしまう。さあ、再び50番の小島選手が右側前に出ます。さあ、この、2番手争いがずっと続いていると、どん、2人のタイムが落ちてくるんですね。4秒差に今なっています。先ほどの 2.3 秒差から現在4秒差。そしてその後ろに直井選手だと思っているんですね。18号車直井選手、4番手、先ほど6番手からスタートしたんですけれども、最初ちゃんとすごくいいダッシュを切って、もう1コーナーまでに4番手に上がっていました。そのままそのポジションを維持している直井陣。
周、戻ってくると8周終了となります。さあ最終コーナー立ち上がって非常に綺麗な橋を見せている松田さんです。ただし3番手争いは F1、F2、F1 となっていまして、真ん中の大八木選手は向かっても影響がないし、引いても影響がないということになるわけです。
全室暫定表彰させていただきます。